ピラシキーズの風呂敷ラジオ。この番組はピロネット小原、ピロネット小原の提供でお送りいたします。ピロネットピロネット。夢のピロネット小原。みなさん、こんにちは。こんにちは。 このラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキーズの2人がリスナーからのさまざまなお便りに風呂敷を広げていくようにさまざまな方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになりますお届けするのはモデルやタレントをさせていただいている私アレクとコラムニストタレントとして活動しておりますブラスの2人でお届けいたします この動画は画面も見なくても楽しめるラジオ形式でお届けするので、家事やお仕事、お勉強をしながら聞いていただけたら幸いです。<laughs> まあ、3回目やけどもさあ。ああ、楽しい。<laughs> もうすでに楽しい。<laughs> いやなんかもうでもでもな、コロナやったやんか。お<う>もうほんで家で引きこもったり、まあなんだかんだとかでまあいろいろあったわけやけど、やっぱりうっぷんたまりますね。めっちゃ じゃたまるもうずーっと私怒ってるもう動画を投稿するだけで怒ってるよいやもうだって <laughs> すごいんやからもう投稿したらもう最近これ最近な一番なんかなこう理解ができひんコメントがあって<う>あのまあ投稿するやんか動画を、うん、でまあ投稿する前にこう編集してあるわけやんか動画テロップとか入れたりさそうそう,そうなんかねいろいろ入れたりするよねでその テロップの文字をもうどうしてもどこかしら間違ったりとかまあ人間やからそれ間違えるよそうでもさ投稿したやつってもう直しようがないのに、うん、なんやろこうコメントでな、うん、こう何分何秒テロップ何々間違います間違いありますみたいな誤字脱字ありますみたいなコメント <laughs> 俺いや俺もないろんな YouTuber をなこう見てていろんな動画を見ててあ文字間違ってるなって。 思ったりするけどもうそれ言っても今から直しようがないし、うん、もう5時脱字いや分かる、ね、なんかの記事とかやったら記事やったらもうそれ直せるから後であとであ直したらいいわと思ってそれはすごいありがたいことやねんけどそう、ね、もうどうしようもないことに対してもうど,かどういうつもりなんかなって思って5時脱字して。 な、なんか指摘誰もしてないから、あ、自分が一番に分かってるわ、賢い,いう、ね、そうなん、そういう感じなんもうそれにしか聞こえない、やんかみんな。人ら立つやん、それ。もうだってさえ、違いますよって、あなたが初めて気づいたんじゃなくて、ほとんどの人がみんな気づいてるけど、言ってもしゃあないから、大人な対応して、それにはわざわざ触れてない人がほとんどなんですよ。ありがたいね。<laughs> <laughs> いや、なんだろう、もうなんかそういう人がな、すごいこう、 なんかドヤ顔で描いてる姿とか想像するとなムカムカするやっぱこれコロナ前はそんなコメントもあったけど、うん、全然気にならんかったけどやっぱこういうのが気になるようになってきたっていうことは、まあ、心狭狭ななっっててきたんやと思うるも自粛自粛自 <laughs> 自分もさ結構なんか優しい感じで「いえんでやねーみたいなやってたけど <laughs> もう最近すげえんかもうツイッターとかで腹が立っちゃってさ。 あれやろうなんか<う>コンビニの店員に失礼なことされたっていうのを書いたらめっちゃ叩かれたやつやろ<う>自分。うびっくりしてなんか自分は SNS ん、うん、ツイッターとかも自分のなんか吐き口みたいな、うん、ちょっとこう愚痴を書いてスッキリするみたいな感じでやってるんやけどうん、うん、なんかそれなんか求めすぎとか、うん、あなたがちょっとなんか考えすぎないんじゃないのとかっていうコメントがくると。 知らんからななんかその、アレちゃんってもともとほら、コンビニでなんか3年ぐらい働いてたんかな三、うん、年ぐらい働いてた。めちゃくちゃ頑張って働いてて、だからコンビニの店員たるもの,のこう、ルールみたいなのは知ってるから、あ、これ手抜きやな、みたいなのが一人多分見えるから、余計イライラしたりするところもあるんやけども、まあみんなからしたら、なんか美女,美女が、YouTube とかモデルで簡単な仕事をして、ドヤ顔で、<あー> <laughs> 少ない給料の店員に物申して、 嫌な女ぐらいに見えてるわけよ、多分。まさかアレちゃんがそんな何年も働いてるとか知らんし。だからもう。悲しいな、それ。なんかまあ、うちとしては、その働いてたけど、うんまあ、もちろんなんか厳しかったのよ、その時のなんか店長とかも。うん、まあ、それすごい良かったと思うんやで。そのなんか、うんうん、どういう感じで人と接したらいいかっていうのも、すごいなんか、ちゃんとした教育をされてたんだけど、うん、なんか、ちょっと待って、何の話しようとし <laughs> あんたそういうとこあるよねそういうことよ、あんたは。だから言いたいことまとまってないまま言っちゃってるから、<laughs> SNS で。やっぱ他のように捉えられてんねん、いやいや多分。っか通っちゃったわ。まあでも、あの俺思うのは、アレちゃんはもうみんな、そのファンがな、みんな求めてるのは、やっぱり適当なことになんでもやめろやとか言って、大きい心でなんでも受け止めて。だからなんか、もう、ファミチキと冷たいもん一緒にするんやめろやぐらいに言って、とどめてほしいっていうふうに思ってるのに、 やっぱなんか真面目になんかご自身のご意見が終わりなのを見るとちょっとやっぱ引いてしまう感じ引いてるんじゃちょっとちょっと下に見てるんちゃう何にも考えてないおバカちゃんぐらいに思ってるからやっぱりこうイライラすることもないし<ー>何事もおおらかに受け止めると思ってんねん多分そんなアホなやつがなんか保い的じゃねえよみたいな感じなんかなそうそうそんな感じよだからまあ求めてないんやでめっちゃ完璧を<ー>なんか ただ,ただ普通にしてほしいだけですでもそれが意味わからへんも普通に本当に普通にあれやろ別にその大したことやってほしくないけど、うん、物放り投げられるのが嫌やったんやろういいのよもうそれでいいやほんときゃいいのよそんなのもう好きなこと言って好きなようにこうてかわがまま女でいいじゃないのあよかったわがまま女でいきなさんとわがままロだ何のためにあのロシア女の動画あげたと思ってんのよすいませんやなあれ自分のことやもんなそうやで <laughs> <laughs> そうやで <laughs> まあでもまあいろいろイライラするけどなもう今ほら俺減量期やん減量 <laughs>、うん、期やからさこうお肉とかまあ今まで7 0キロまで増やしたねんタンパク質いっぱい取って食べ物いっぱい食べてもともと5 9キロやったのが7 0キロぐらいまで増えてで今まあそっからそう、ね、脂肪だけを削ぎ落とそうっていうので減量期をしてんねんけど土曜日だけはもう何食べてもいいって決めてんねん自分の中で。だからもう 一昨日土曜日、うん、そう土曜日やからよし今日はもうドミノピザ食ってやろうみたいなあピザ食ったんもうピザ食ってやろうって今日なんぼなんぼ食べていいもうチートデイやとか言ってほんで食べたわけよ<ー>そしたらさもうよりによって土曜日だけさ L サイズが半額やねん <laughs> 一番ちっちゃいな、<laughs> M サイズやったら食べきれるのに、なんか、その一番ちっちゃい M サイズよりも、一番でっかい L サイズが安いみたいな、もう買うやんか、L サイズ。そしたらも,っかいもう一回ね。そう、日曜日もピザやねん、結局。もう、ふざけんなが。日曜日も食ったのかよ。<laughs> だって食べきれへんねんもん。ふざけんなっていう、もうそろそろ一個もちょっと。こっかー。うん、じゃあ、本日のテーマは、こちら。イライラ投票箱,イライラ投票箱 リスナーの皆様が普段感じるイライラすることについて私たちがお話しさせていただくコーナーです。では早速お便りを読んでいきましょう。うーん <laughs> やる気のねうん、な。はいラジオネーム早野部さんからのお便りです。はい。私はいきなり怒鳴り口調で会話を始める高齢者に腹が立ちます。 以前、引っ越したばかりの時、ゴミの日が分からず、一応燃えないゴミを持って収集場に行ったら、その日は燃えるゴミの日だったので、持って帰ろうとした矢先、今日は燃えるゴミの日だから、そのゴミは捨てるなよとゴミを出しに来たおじいちゃんに、いきなり怒鳴られました。ゴミを持ち帰ろうとしている私の行動は、お構いなしに、勝手な思い込みでいきなり怒鳴る、行為にイライラします。優しくまでは行きませんが、 なぜ、怒鳴らずに会話を始める術を知らないのでしょうかピロシキーズのお二人は、こういう人どう思いますかわかる <laughs> これでも結構あるあるだよねわかるもうだってさ、こう… 70年とか80年生きてきてるわけやんか。で俺まだ28年しか生きてないねん。うん、でもな、何かを伝えるときに優しく言った方が、うん、まずはね、優しく言った方が相手も歯向かわんと、なんか思うように行動をしてくれるっていうのはもう俺学んだねん。28年間で。うん、なんで80年ぐらい生きてるあんたがさ、まだそれ学べてないのって。<laughs> 絶対だってさ、こう、 どなって言うよりも、優しく言った方が、うん、あ、そうですよねってなるやんか。なんや、なんか欲望のままに生きてんのかな。今日機嫌悪いから、<laughs> どなり散らかしてやろうっていう感覚なんかな。いやす、いやでもな、これもう多分。ん選んでんのかな。 どうなんだろう若者にしか言ってない気がする。あ、もしかしたら、なんか自分がやっぱり年上だから、うん、その若者よりも、うん、なんか自然と知らないうちになんかこうえ、うんえ、えらい、偉い感じに喋ってしまうとか。だからマウントのの取り方がその 怒鳴るっていうやり方なんかな。なんか、でも俺見てると、お年寄りって、めちゃくちゃいい人と、ほんまもんのクズと二人に別れるな。クズもう言ってまうけど、あでもい,いい人は、ほんまにいい人やねうん。ほんまもんのクズはもうほんまもんのクズやねん。もう、もう、 なななんんでややろろろとかって思ってていい思るんやけどな、うん、俺昔あのアップルのコールセンターで一時期働いてる時期があったの何だろう電話を直で受けるんじゃなくて誰かが、うん、あの電話を受ける担当者がいてその人たちが分からなかったら、うん、それをちょっと受けてもっ,と上もっと分かりやすい、ね、っていうのをやってたねんけどもうほんまに完璧に真っ二つに分かれてたお年寄りは。えー、若い子はみんんななんか もう中間ぐらい。そんなすごい良い人もおらんければ、すごい悪い人もおらんければ、なんか早く効率重視みたいな感じだったけど、うんうん、やっぱお年寄りの方はもうほんまに優しい、もうほんま助けてあげたいなって思うやつもおれば、うん、もうほんま腹立つこいつとかって思わされるやつもすごい。助けてやろって。そう。<laughs> いやでも。一回、あのさ、iPhone がさ、16GB とかやんか、うんうん、で、このな iPhone が、 俺はな、こう、今日測ったね。変な機械をつけてな、測ったねんけど、この iPhone は16ギガと言って販売しているけど、16ギガないことが分かった。訴えたい。っていうのですごいかけてくるじいさん。そんないるのそうそうそう。それなんか本当になんかクレーマーだから暇やねん。多分話す人がおらんくて。<ー>で、それでもこっちも、 まあ結局、なんでな16ギガってここで16ギガって書いてそれで測ったら違うかここで計算したら違うかって、うん、あのまあ、厳密に言うとこう、10進法、私たちがものを計算するときって0、うん、1, 1、2、3、4、5、6、7、8、9っていう10個の数字でこう計算をするやんか、うん、でもスマートフォンって0と1っていう,こう2進法っていう計算の仕方をすんねんけど、うん、まあそれによって出てくる違いやねん。だから箱にもう書いてあんね、うん、この 1イトを1億バイトとして計算をして表示をしておりますってのがもう箱に書いてあんねんけどうん、うん、もうそれを事細かになじゃあ計算してみろとかって言って一緒に全部計算してなんかここが書ける例んかもう,もう忘れたどんなんかもうそんなことやってたほんまそんなんやってたもうほんまうざかったもうそれスストレスでしかないやんであとなんかなこうシリアル番号聞くねん最初にシリアル番号 im.e. 番号って言うねけどな。で、かけてきて、じゃあちょっと、あの、ime 番号ちょっとお伺いしますね、とかって言うやんか、普通。そんなんじゃないねん。もう年寄りの嫌な奴はな。こう、それで受けるやんか、電話取るやんか。そしたら、1 5 8 9 9 9八5 8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 な8 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 1> <1> <laughs> だから早いって <laughs> ってかさグラスがなんでこんな喋り方だったんか今ので分かったわえだ根拠のない話されると <laughs> じゃあそれはどういうことなんですかって <laughs> ちょっと話を聞こうとするよねいやもう、うん、でも,もうそこかから来てのなそういうのもあるかも分からへんもうあのちょっとした間違いも許されへん人もおんねんな、うん、例えば あのこれ自分の部下の子がな,なんか電話上で、うんあ「とんでもございません」って言ったね、うん、なんかこう褒められた時にでその時に「とんでもございませんどういうつもり?」みたいな。って怒られたとんでもないに「ございません」をつけると「とんでもございます」って。 もうだから「そんなこととんでもないです」って「そんなことないです」じゃなくて「そうなんです」って言ってるのと一緒だよっていうのですっごいキレてきてそれでいいんちゃう若い子とかそういう間違いがあってもいいけどそれでめっちゃキレてほんで。 なんやったかなあの、うん、そのじいさんがな、言ってきたのは、うん、あの、まあ、それで変わって代わりに謝罪をして、謝罪したねん。で、そしたら、お前らプロだろみたいな言葉のプロが、そういうの間違っていいのか、うん、とかって言ってくるねまあま、そんな間違いもしてまうけどな、とかと思ったりもするねんけど、いや、申し訳ないです、みたいなこと言って、してたら、うん、お前、例えばな、 お寿司屋さんのお寿司握ってるプロがな、なんか手を洗わんと、バイキンついた手でお寿司を握って、それです。人が死んだらさ、お,<ー>お前それはそれで許されるんかとかっていうからな。すげえ関係ない話。そう。いやもうそれは、あの、お客様大変恐れ入りますが、プロの方でなくても、うん、あの、手を洗わ,洗わずにね、あの人にご飯食べさせて殺してしまったら、うん、それはプロでなくてもダメだと思います、ね。<laughs> <laughs> もう本当にそのままだよね <laughs> もうだからあかんやろどっちみち何をしても,も理屈とかじゃないんよなそういう人ってんなんやろまあやっぱやっぱな,なんか人間って脳みそたいやもうな脳みその問題だと思うね人間の脳みそって、うん、一番最初にこう 真ん中があんねんこう、真ん中があって、その後、上側の前頭葉だなんだが発達して、<ー>要は、中心に行けば行くほど、うんうん、こう、理性のない、こう、本能の赴むくままの部分やねんけど、表面に行けば行くほど、こう、理性を司る部分があんねんって。うんうん、で、やっぱり、年を取れば、まずはこの外側から萎縮していって、神経とかもダメになっていくから、めっちゃ感情的になるらしいねん。<laughs> すちょっとすっごい話するねい、まあまあまあ、若い時はなんかチョコレートの気分じゃないっていう感じの時に、うん、なんかああまあチョコの気分じゃないけどでもあの子今日頑張ってチョコ持ってきたからなこっちチョコ買ってきてくれたから食べ,た食べて美味しいって言ったろうって思ってたような人でも、うんうん、もうそこが退化してくるからそういうところに考えがいかんと「うん、やだったらやだったらやだ!」「んでチョコを勝手に買ってくんだ!」みたいな。多分 そういう感じになるんやと思う。まあ、なんか年寄りはちょっと子供に戻っていくってよく言われるよね。子供,うな子供に戻るって。そうやね。子供に戻るというか、もう動物に戻っていく感じやと思う。動物。動物。だから、もう、俺はもう、そういうお年寄りは、もう仕方、まあ、一つは、もう脳が退化してるから、仕方ないなと思ってるのもそうやし。うんうん、だから、それで優しくしてあげようって思えるんやったら、それでいいと思うし。で、優しくできひんな、うん、もう、ほんま腹立つなっていう時は、もう動物と同じ扱いするようにしてる。 ああもうしつけみたいなお座りなそうそうそう,そうもうなんかなそのあの怒、ー、鳴ってくるやんか、うん、で動物ってさどうやってサーカスでしつけるう、えー、ち言って叩いたりとかああ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 るああ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 らああ <laughs> 仕方ないなみたいな感じで思える時 <laughs> 心が広い時はまあこれも自分の気分によるよねててそう言うけどでも逆にもうこれは今日はそういう気分じゃないという時は「ガガガって言われたら「ガガガガって言い返してる <laughs> もっ<う>と 2>, 2倍ぐらいにして「ガガガみたいなそしたらもう向こうも驚いてなんかびっくりしちゃうからそれ,でそれでしつける。<laughs> <laughs> すごい嫌なやつだけど <laughs> まあでも本当にねおかしなこと言われてるときはちょっとなんか強めに言った方がいいのかもしれない,いやもうそう強めのないようにだけどやっぱりなんか本当に話をしててなんかいや何言ってんのかなこれ全然なんか話ずれてきてるんだけどって思ったときは何を言っても多分ダメだと思うから、うんうん、でも全このさ前東洋のさ大火で思い出したねんけどな<う>あの池袋問題あんねんちょっと。 池袋問題池袋問題池袋ってな俺よく利用すんねんこう表参道清瀬に住んでるから車も一回池袋経由するし何かしら全部池袋経由するけど結構池袋終点の駅が多いねん丸の内線とかも最後池袋やねん東京いろんな銀座だなんだとか行って最後池袋ほんで西武池袋線とかも最後池袋やねん終点やねんもう池袋が止まんねん。んんでるやかかな 混んでて、次は終電、池袋、池袋ですって言ってたらさ、どうするえ、普通にまあ終点だからみんなが出るのを待つか。そうやろ。うん、またへんねん、あいつら。もうな。 <laughs> もう立ってな、人をかき分ける、<laughs> 全員降りるんやで終電って言うてるやんか。うん、でも人をかき分けてな、人をかき分けて、一番前に扉のとこまで来てみんなにストレスを与えておいて。<わ>ほんで扉開くやんか。うううん、んでも急いで、なんか急いでるんかなって思うやん。テッ、うん、クテック、ゆっくり歩きようね別に急いでもないねん。あ、出るときはもう迷惑かけるけど、 出た後は、もう普通にだ,らだ,らだら。だから、伝統っていう感じだと思うね。もう伝統あかんなって思ったら、何にも考えん、もう終点だなんだとか考えんと。うん、もうとにかく人をかき分けて、わかるで、なんか朝のラッシュでさ。うん、なんか途中で、のところで、何、うん、とかこう、そこで降りるんかったら。またこう、降りる、あれができ、うんうん、戦いやんか、降りるのも必死に。そういう場所だったら、わかんないけど、終点って言ってるやろ。終点ですよって、感じで、うんうん、俺、そういうじ、大体じいさんやね、それも。 いや、でも、やめて、じいさんとかって言ったら、もう、私もさ、駅、なんか、上がろうとしてる時に押された、じいさんいるしな。早歩けっ,つって、後ろから。<laughs> それは急いでるんさ。いや、でも、前も人がブワーっていっぱいい,ていや、無理やんな、そんな早歩くの無理。いや、行けないんだけどっていうのを、後ろカバンを、ポン、ポン、ポン、行けっ,つって、どこ行くねって。だからもう、周りが見えてないんやと思うねそれって。もう、だから、前頭葉やと思うねそれも。あ、もう、本能的に動いてるってことね。ねだから、もう、しゃーないねん、それは。 もうだって俺そういう人にもうなんかなんかむかつくねんそれでこう後ろから俺のことを乗り越えて先に行こうとするのでこっちの方が前に扉の前でおるのにみたいなもうだからそういう時は必死よこっちもう全然通さへんみたいな 1> 俺一回それでさ <laughs> それでさ一回後ろからさうこうって蹴られたからな <laughs> 蹴られたね爺さんにやっぱ蹴ったり押したりするんやないや,いやふざけんなとかって思って あの、蹴られたねんで、びっくりやろ、そんな。俺、もう初めてのことやったから、もうびっくりして、なんかもう耳がでっかくなっちゃったわ。耳がでっかくなっちゃった。からへんこれやろこれやろ遅い遅い遅い。関西人としてあるまじき行為。ただ、俺の中で、まあ何回もこれただって今日言ってるけど、俺の中で分析した結果、一人暮らしの人が多いな。お年寄りでそうなっちゃうの。やっぱり、そうね。こう、なんかこう、 人と住むってストレスやん。人と住む人と住むって。子供がおるとかもストレスやし。考えると、ね、相手がおるっていうのもストレスやし、うん、やっぱそのストレスをちょっとこう我慢するってすごい脳みそにいいことなんかもしれん。やっぱ言うやん。多少ストレスがないと、その脳の神経がどんどん死んでいくって。だから一人暮らしってほんま楽やなと思ってて、うん、ちょっと前に、あの弟、弟 うん、にあの実家に来てもらったあ実家じゃないうちに来てもらったんで、うん、もう一人暮らし慣れてるやんか、うん、もうほんまちっちゃいことで俺も何でもイライラするようになってるもん一人やったら何も気にならへんのになもうなんか弟が歯磨きするって言うんやんか、うん、まあしたらええやんと思ってほ、うんでしてるやんかもう聞かんかったらええやん歯磨きの音聞こえてくるのがまずイライラすんねんけど、うん、それはやばいやろでもなんかな <laughs> こうクチクチクチ,クチってやってその後 ってやるやるんそれがな、なんか弟はな、うん、くじュくじゅーぺペぺっぺ,ぺってやんねん。なんかが癖があるんや。なんか癖があるん,ねん2回ぐらい、うんーえー、ぺっぺぺぺみたいな。<laughs> もう気になって、気になって、それで喧嘩したからな。<laughs> それ気 <laughs> <laughs> だから俺でもそういうの思うと俺今ちょっと危険信号やなと思う年いった時にそういうじいさんになる可能性あるなと思ってる、うん、じゃあちょっとなんかやっぱりこうねあの多めに実家に帰った方がいいかもしれないでもいいし やっぱアれちゃんみたいになんかネズミ飼ってもええかもやっぱネズミもストレスやる、うんこするしああうんそれそうねそうやろペット飼ったりとかすごいカーテンとか登ったりとかもうなんか棚を倒したりとか結構するからでもあれいいことやと思うそれいいことやと思ういつも喋しるしねこっちが俺何かか可愛い可愛いっつってうんこをするのが嫌やから結局いつもペット飼わんとサボテンとか飼うねんけどサボテンサボテンとかもな俺が飼ったらなもうなんかすぐこうこうなんねん何それ 元気ないやん元気ないねもうなんか全然立ったへんチンコみたいな形になんねん <laughs> クラブでさクラブで誘ってきたからさ男がクラブで誘ってきたからそうこっちもついていったのにもかかわらずその男アルコール飲みすぎで全然立ったへんなにしても立ったへんもうふにゃンふにゃンみたいなちょっと待ってリアルうそういう状態のチンコと同じ状態に育てんからんやめろややもうなんで知ってんねん,ん <laughs> そういう話細かいこといやアルコールあんま飲んでると立たへんからみんな気つけよ <laughs> 気をつけてください<う>皆様。何の話やったっけこれも。<laughs> そうね、まあ老人がとなるっていうね。そうね。うん、まあだからあのどっちかですね。もう動物だと思ってくださいそういう方はもう。そうね、まあ、だからあ。でもほんまいい人はほんまにいい人。おそうそう、ね、だからもうそういう人になりたいなと思うな俺も。そう。それだけ若者にもクズはおるね。 クズはおるこういうこと言ったらまた若者が年寄り差別だとかって言うけど、うんうん、若者もおるよ、そりゃ。でも若者は若者だからさ、アホやねん、まだまだ。なんか俺70年、80年も生きてるのにな。アホってのがもう許されへんねん。もう尊敬さしてよ、っこっちも。尊敬したいねん。ねしたいのに裏切らん、裏切らんと言ってよ。ど、なんでなこれ、俺来る、なんかどっかの、 なんか山口県だかどっかの庁舎にさ、うん、俺来るねに感染してんねんでとかって言って入って逮捕された爺さんとかもあるやんか。俺、うん、そんなことやってた。意味わからへんねんもう。<laughs> えー、意味わかりません私。なんなんやろうね。次行こっかもう。もう行こうあのとりあえずきまあ、気にしない日を気にしないように。<laughs> そしてイライラするときはあのきつめに、うん、きつめにっていうかなんか強めに。

リスナーの皆さんからいただいた質問について私たちがお話しさせていただくコーナーですそれでは早速アレちゃんお便りを読んでくださいはいラジオネームとっととハメ太郎とっとこハメ太郎みたいに言うのやめてもう <laughs> <laughs> だってそうじゃないのえ違うのとっととハメ太郎さん <laughs> とっととハメ太郎からのお便りです、はい、私はとにかく女性にモテません 会社の女性をご飯に誘ってみてもその日は用事があるからと断られ合コンに参加して LINE を交換しても返事が来たためしがありません女性の友人に相談をすると男として見れない男としてセクシーに感じられないと言われましたそんな時にピロシキーズさんの動画を見ているとプラスさんが筋トレを始めてからなんだか見た目も仕草もセクシーになっていることに気づきました元々筋肉に自信があった私は これだと思い、タンクトップを購入。筋肉を強調した服装を心がけるようになりましたが、一向にモテる気配がありません。でしょうね。どうしたらセクシーになれるのでしょうか助けてください。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとタンクトップでセクシーになろうと思ってた <laughs> これはもう甘あんたが悪いなもう甘いよそんなブラちゃんタンクトップ着てるわけではないよね <laughs> <laughs> いや俺はセクシーって、うん、もうそういうことじゃないと思うねんい<や>筋肉をこう見せびらかすとかなんかそういうことじゃないねんなじゃない 俺の中でのセクシーっていうのが、なんだろう。うっかりこぼれ落ちたものみたいな。それにセクシーすごい感じんねん。いや、よくな。よく女性が男性に対してセクシーだと思う。男性に対してこうキュンとした仕草は何ですかとかって言われた時に、まあなんか時計を外す。 仕草がセクシーに感じたとかネクタイを緩める姿とか運転してる時にこう後ろを振り返ってってあれって多分ととしてやったことないのよ別にそれをやろうとしてやってるのは違うねん、まあ、こう見せてやるて、ね、見せてやるタンクトップをみたいなのはもう絶対感じられへんし <laughs> でこの時計を外す仕草がセクシーだっていくら言ったとしても、うん、お こいつ今から、ちょっとセクシーを見せてやる。いや、それはなんか全然セクシーじゃねえ。<laughs> 見せようと思ってやってるのってあかんねこう顔にちょっとこう油断がないとあかんなと俺思ってて。顔に油断がない状態で見せるセクシーはダサいな。だから俺、よくないろんなセクシーがあんねんけど、最近感じたセクシーは、あの、セックスしてる時とかにな。 ほうセックスとかしてるやんか<う>人々は,人々は。その時に急にヤマト運輸とかが来てピンポーンって言って、うん、でうわ面倒くせえなみたいな感じの表情をしながら、うん、こう急いで服を着てヤマト運輸の荷物を受け取りに行くっていうなんかその面倒くせえなっていう顔にすごいセクシーを感じたの。 油断やねん。そこに油断があって、で、本人がかっこよさを見せようとしてない、ふとした時の表情やねん、それって。まあ、あとなんかな、あのー、面倒くせえなって言いながら向こうを向いて歩いているそのまたとまたの間におボールさんが二つぶら下がってるのが見えたのも、セクシーに見えたねんけど。<laughs> それセクシーなの <laughs> いや、そういうなんか、 ふとした、こう、狙ってないものがセクシーかなって思う。うん、見せようと思って、だからセクシーになろうと思って狙ってる時点で、うんうん、ダメ。もうセクシーじゃない。まあ結局はセクシーになりたいっていうことは多分モテたいんだと思うんだけど、結局ね、その自分じゃないもの、セクシーさを頑張って、その自分じゃないものを出しても、うん、まあ、 女の子を落としたとしてもさ、なんかずっとそれができるわけじゃないと思うから、うんうん、ふとこう自分に戻るときに、女の子から、いや、こんなんじゃなかったのにとか、こんな人と付き合ったつもりはないわって言って、仲続きもしないかなと思って。いいことがないんやな、でもそんなんにさ、<う>見せようとして見せてきたセクシーに引っかかる女なんか、ろくな女になっちゃうと思うで、俺。まあね。そんな、そ,<う>そんなダサいのに引っかかるって思っちゃうのそういうものを、まあ引っかかる人もいるんだけど。 セクシーまあお男性の思うセクシーと女性の思うセクシーってどうなんやろ違うのかなわ、まあ、からん俺はほらホモとして思うセクシーだから <laughs> で多分一般の男性の方のセクシーとはまた違うと思うけどうでも多分な俺も結局はでも油断やと思うね女の人のセクシーってやつも、うん、結局こう父をこう出してこう。 なんかグラビアみたいにやってるのよりも、うん、なんかうっかりこううっかり乳書いたとかさなんか分からへんけど <laughs> あとうっかりしたとかこ,ここにある肩にこうぶら下がってるやつがなんか肩からずれた時とかちょっとうっかり、ね、狙ってたあと、ね、なんあとか脇汗とかセクシーっていう人おるけどさあ、ね、そういうのもなんかこう、うん うっかりうっかりさんみたいなこうだからその人のちょっとした弱みやったりとか狙ってない想定をしていない表情だったりとか、うん、こっちの想定の範疇を超えてなないと分かんねんな、うん、でそいつがだからでもそいつがこれセクシーやろうと思ってる時点で想定の範囲内の表情しかしてないし、うん、想定の範囲内の動きしかしてないしこっち そうね、もっとダサいとこを余裕ないよなこうモテようとしてるのがもうとっととハメ太郎とか言ってる時点で <laughs> 狙ってるやんハメたいことしか考えてないもんこれもうそういうこと考えてお,お便り送ってんのかなもうだから余裕がなさ余裕のなさがセクシーのなさやな多分なんだろう多分自分と合う女性はきっといると思うねんそのこの人のこともハメ、うん、太郎さんのことも、うん、なんかセクシーだなと思ったりとか魅力を感じる部分 ね、あのあったりすると思うねんだかそういう人まだ見つかってないだけで、うん、どこかに絶対なんか相手はいると思ってる自分は、まあ、とただ狙ってるうちは現れへんわまあなんか思ったのがなんかブラちゃんってさなんかセクシーセクシーって最近言われるようになったやんか、うんまあ、そんなでもないけどね、まあ、いや言われてるよ本当ホントやだもう <laughs> いやでもそんなこと今までないからさなんやろうなんか ジムやり始めたとかって言ってるけども、もちろんジムやり始めてさ、なんかがたい良くなったとか健康的なさ、顔になってきたっていうのもあるかもしれないけど、うん、なんかブラちゃんの最近セクシーになってきてな、なってきたなっていうのは、なんかジムっていうよりも、なんかすごい自信を持つようになったんだと思う。自分の言ってることに対して。確かに。はっきりと。もうなんだろう。うん、俺の考えはこうだから、 別にあなたたちに合わせるつもりないし、あなたたちの考え方はそれでいいと思うけど、うんうん、俺はこうだからっていう、うんうん、なんていうの、画が強いって言う、なんか言ったらちょっと違うかもしれないけど、<ー>なんかそういう自分が、うんうん、自がすごいなんか強い人。自がね。そうかも。最初は、最初はみんながどんな風に自分も見てて、どうしたら気に入られるやろうなっていうのをすごい考えて、うん 言っってたやっぱ一つ一つつ何事も、うん、でも確かに今,今最近思うけどやっぱこういろんなな,なんか前は YouTube のコメント一つ見ても、うん、あ,あそういうふうに思うんやちょっとじゃあそこ改善しようそこ改善しようとかちょっと思ったりしてたねんけどそうなんかちょっとなんか気にしてる感じはあったよねだからまあ自分の中で調子づいてきたっていうのもあるかもわからへんけど、うん、あのこう。 こういうことは良くないから、こういうことをやめろとか言われても、うん、あ,あ、そう、ぐらいにしか思わなくなった。なんかこう、あーふーん、センスねえなあって思うねん、その。<laughs> 分、<laughs> 多分ね、そこがめちゃくちゃかっこよく感じるんだと思う。なるのかなその、いや、すごいな、この人の考え方面白い。なんか共感する人がいなくても、うん、いや、僕はちょっと合わないなと思ってても、いや、でも素晴らしいと思う人いっぱいいると思うねん。だからなんか、ね、 誰しもなんか自分を出せば、誰にでも好きになってもらえるっていうわけではないけど、うん、きっとそれに惚れ込む女もいるし、男もいるっていうことやと思うから、うん、なんかもっと自分を出していいと思う。うん、なんか、格好つけたりとかしなくても、全然なんか。ようにね。うん、いや、まあでもね。 いや、もう確かに。ま、俺決してアドバイスとかを、こう、聞かへんってことじゃないねんけど、うん、今までよりもそのフィルターが強いというか、うん、このアドバイスしてきてる人も、待てよ、こいつプロじゃないぞ、みたいな。こいつがおもろいとは限らへんぞって、思うねん。だから、 一回そのフィルターがあるから真に受けなくなったね。だからどこまで、だから自分で結局は判断する自分がおもろいと思ったこと言うし、うん、自分がおもんないと思ったこと言うわへんみたいに、そういうのはあるかもな。だからもう、あの、アリちゃんのこのガム、カムなカムなってみんな言う、<laughs> あれも、俺も、俺最初は、うん、いや、でもみんなから気に入られへんのやったらな、それがマナー違反やとかって思って、嫌、うん、やと思う人がおるんやったらな、うん、もうそんなん、 かまんかったらいいやんとかってそう最初怒られたねそう実<は>結構怒ったんラらちゃんがもうちゃんとなんかそこはちゃんとした方がいいかもしれないってこんだけ言われてるんだからって言われて<う>で自分もんそ,そんなガム感じるぐらいでももうなんか最近のコメント見てると、うん、もうなんか逆にこう次言ったらもう。<laughs> ガムがが噛噛まれるるのの嫌なえ、そう俺見てんでやみたいなやってやろうかなとかって思うぐらいもうなんか今そんな感じやねん。だって冷静に考えてさこっちさチンコマンコ言ってる中でさマナーもクソも泣いちゃってるやねんかそれが人気なんかちょっと人気やんそれもみんなおもろおもろ言ってくれててさでそれチンコマンコ言っときながらなガムは噛まない ガムを噛むこと、いや、ガムがマナー違反だとか、そんなのはあるかもしれませんよ。うんね、あの、め、じゃあ面接で噛むのかとか言うけどさ、いや、ういう噛むわけねえだろうよ、みたいな。いや、だって、俺面接でチンコマンコ言わへんし、みたいな。でも、ここで、そんななんか、こう、あの、ガムをね、噛むっていうのを、うん、そういうのにまで気を使うようになったら、ほんま何も言えへんで、ほんま。 全然チンコ言えへんくなるでしょ。ねえ、もうなんか本当に退屈な、なんか最近いっぱいあるやん、テレビ番組。<う>すごい昔楽しかったのに、面白かったのに、もっと自由だったのに、うん、でも最近はすごいなんか。かいや,やったらもう見んかったらええねん、ねそんなもん。 もちろん見てくれたら私たちは嬉しいし、うん、見てくれたらお金にはなるけども、うん、やっぱりそこでこう我慢をしてガムごときでね、うん、ガムごときよガムごときでいちいちそれを考えて YouTube アップするようになったらまあピロシキーズのおもろさおしまいやなってだからそのセンスがなんかない方やなと思うな <laughs> そんなことを気にしてしまうなんて。 心がちっちゃい。ほとに。あそこもちんちんもちっちゃいのよ。だいたいそういうやつって。大きくなりましょう。<laughs> 本当に。ちょっとは勃起してください、もう。募してください。お願いします。多少は ま、この方に関しては一刻も早くタンクトップをこうみんなに見せつけるっていうのをもうやめてください、本当に。そう,、ねそうね、もうちゃんと、そう、そういうのはちょっとやめましょう。うん、なんか逆にちょっとなんか、あの、恥ずかしいよ。うん。てかもうモテる必要ないから。うん。もうモテんでええねん、そんなもん。きっとあなたに合う完璧な半分子ちゃんは存在するから。 いや分かんないそんな夢持たす必要ないねんあ夢っていうかだって分からへんそんな俺奇跡やと思うもんそんなたまたま好き同士が合うなんてもちろんだからどこかにはいるねんその人とまだ出会ってないだけやと思うそうかなでももうはめたいだけなんやったらもうあそれはもうんでとっととはめ太郎さんはもうとっとと風俗いけ太郎だよ <laughs> <laughs> もうとっとと風俗行けたろうそしたらとっととはめられたろうだろうもうなんでこのお便りにしたん <laughs> もう真面目にモテたいとか言いながらもうはめたいだけやろうがうって感じやわもういいわもう <laughs> もういいわ真面目に考えて損したなんかそうだねかうはめたいだけやのにこういう人 <laughs> はめたいだけですか <laughs> 違いますかああ。 ああ、今日もすごいお便やっぱり絶対にさ、なんか一個ぐらいは入ってくるね。そういう、なんか、あの、ニックネームの、はめ、たろうなの、なんかチチ、父ち、ちちぶ、ちちのなんとか、みたいな,のかんない。ちちち父くさんからのか。ち、あ、そうね。ちちなんか、うん、む、謎 <laughs> なお、あら、俺も好き。ああ、こういうの来るんやいや、好きよ。うちも大好きよ。うん まあでもね今日ちょっとまた長くいろいろ話してしまったけれどもどうやろうあのこの風呂敷ラジオでな,なんかちょっと思ってんのがこうやって投稿してな、うん、してくれる人に採用されたらなんかステッカー送るみたいな、うん、それさめっちゃいいなんステッカー何枚か集めたらなんかいや,やめろやボタンプレゼントとかさいいねやめろやボタンとグラスのいんかー ああ<何>とかなんかわかんないけどん, <laughs> なんかブラちゃん特有の発する言葉をんえ、まあ、んな私のなんか,あのなんか魚択ってわかる魚の、うん、あれのあれちんたくどこ置くかちんたくとまんたくプレゼントよくないアちゃんブラスのちんたくとアレちゃんのまんたくをちょっとやめてそ,それはやばい <laughs> そ,れそれグロテスキーだわいやおもろいわちんたく持ってるってだってなかなか自分の応援してる人のまんたくちんたくって、うん ないで手にできる、えー、ほんまりあるんですか皆様以外と興味ありますか <laughs> 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 真面目に聞いたけど <laughs> もう、はいまあ、いいです <laughs> でいやでもすごいあのいいと思うねだからガンガンどしどしお便りとかもういっぱい送ってほしいです、うん あのね、今日からなんと,、えー、とこの風呂敷ラジオね、まあ、リスナーの皆さんからイライラ体験談とか、ね、お悩みとか募集してるんですけどもあの概要欄の方にね応募フォームを作ることにしました。 コメント欄だとちょっとやっぱ見つけづらい、これ感想とに生まれ込んで、ね、しまうので。えっと概要欄の方にね、フォーム応募フォームみたいなの貼り付けてるんで。そちらの方からね、ペンネームと、まあ、あの、どの企画かっていうのを選んで。で、そこから応募できるような、投稿ができるような仕組みにしましたので。そちらからね、どしどしと、ぜひご応募ください。ああ、分かりやすい、ブラッちゃん、はい、賢い。うるさいバカ <laughs> 褒めてあげてんのに。ええ、ね、そんな浅はかな褒めなんかも誰も信用してないわ。<laughs> <laughs> はいということで本日もありがとうございました。以上ピロロシキーズのプロシキラジオでしたピオピオ